皮膚は口ほどにものを言う。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。ママ大好き、にっこり笑顔がとってもかわいい4歳7ヶ月のしおんくん。泉ママからこんな相談をいただきました。息子のお口の周りがガサガサと赤くなることがあります。どう対処したらいいでしょうか。お答えするのは、長年アレルギー疾患の患者を多く診療する皮膚科アレルギー科しおりクリニックの加藤しおり院長です。お子さんの口周りがかぶれるんですね。それは接触皮膚炎が考えられます。接触皮膚炎、いわゆるかぶれは原因物質によるもの、例えば母乳や食べ物、唾液などが触れたことによる刺激やアレルギー反応で発症する皮膚炎です。誰しも起こりうる日常的な疾患といえます。しかも口周りは繰り返しやすいので注意しましょう。そうなんですね。では日頃どんなことに気をつけてあげたらいいでしょうか。それはやはりこまめに拭く、保湿することです。唾液には塩分や消化酵素が含まれているので、皮膚についてそのままにしておくと肌荒れの原因になります。物を食べて口周りを拭くときは決してゴシゴシとこすらないようにしてください。少し濡らしたコットンなどでポンポンと優しく拭き、クリームなどで保湿をしましょう。しかし慢性的で治りにくいお子さんは、皮膚のバリア機能が低下していたり、アレルギー疾患の一つの症状であることも考えられます。長引くようであれば一度専門医を受診することをお勧めします。ありがとうございました。この子はお肌が荒れやすいので、これからも気をつけてあげたいと思いますね。しおん、番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。